いや、これはすごいわ。どうも、昨日バズった夢を見たので、正夢にするために動画を作ってます。あるおじです。誰か僕をバズらせてくれ。今回は X5SA という大型の 3D プリンターで巨大な印刷物を作ってみようという趣旨の動画です。よろしくどうぞ。使用している 3D プリンターの解説や設定にまつわるエトセトラは、以前までの動画を見てもらえればわかると思います。X5SA を使った動画の数に関してはかなり多く出している方だと自負しています。本題です。Amazon を見ていたら在庫処分でしょうか、1500円という規格外の安さで PLA が売っていたので、それを使って超巨大な印刷をしてみようと計画しました。まあ全部ミスっても1500円ですからね、コスパいいでしょう。で、その1500円の PLA がこちら。プライマックスとかいうメーカーのやつです。黒が一番安かったので黒にしました。概要欄にリンクがあると思います。で、大きいものを作ると言っても何を作るかから考えなくてはいけませんね。ということで、Thingiverse でいろいろと検索をかけていたわけですが、いい感じのものが見つかりました。3D プリンター系の YouTuber さんが頻繁に作る謎の花瓶みたいなやつと、自分の好きなマーベルからアイアンマンです。書いていることによるとサポート材はいらないようなので作ってみたいなと思いました。大きいものを作る場合サポート材が必要になってくるとフィラメント消費がバカみたいな量になりますからね。で、謎の花瓶はテスト印刷やなんか別に作るもんないなぁと思った時の YouTuber にはぴったりな代物というわけで先人にあやかって作ってみるわけですが、アイアンマンは完全に個人的趣味で印刷しようとしています。じゃあ STL ファイルをクーラに入れていきます。まずは謎の花瓶から。謎の花瓶は滑らかな輪郭とかいう設定にすると内部に空洞ができてなんかいい感じの箱みたいな形状になります。設定を変えずに印刷するとただのぶっとい棒になります。お気をつけて。この設定を使用するとヘッドが空中を移動するような動作がなくなるので糸引きが一切ない綺麗な印刷が出来上がるんですよね。まあだから 3D プリンター系の人がこぞって作るんです。なんたって綺麗になるし、なおかつ単純に構造がなんとなく複雑に見えて面白いから。あと大きさは 190% の大きさにしておきました。通常の大きさの約2倍ってことですね。いやまあちょっと足りないけど。ちなみに実はこの花瓶はアイアンマンを印刷した後に作ってるんですが、動画の流れの都合上こっちが先みたいな感じになっています。気にしてはいけません。で、これの印刷なんですがなぜか2回失敗しました。1回目の印刷ではなぜかヘッドに無駄な動きが加算されていました。これに関しては印刷風景がないのでご了承ください。これだけしか印刷できていないのでタイムラプスも超短かったということでカットしています。今思えばおそらくはオクトプリントが原因だと思うんですが、オクトラプスは切った状態で使っていたにもかかわらず無駄な動きが加算されていたのは不思議な限りです。正確なことは未だ分かってません。なんでやろな。で、これが2回目の失敗です。こちらでも無駄な動きが追加されていたんですが、もう面倒だしそのままやるかと思ってしばらく放置していました。ところがどっこい、一部インフィルというか壁が足りていません。これは多分温度が原因ですかね。このモデルは 0.8mm ノズルで印刷しているんですが、普段使っている 0.5 や 0.3 よりも太いノズルなわけで、突出が大変だよというノズルの声が聞こえてくる感じがします。病気です。さすがに180度だとダメだった模様ですね。 0.3mm の時とかは結構180度くらいでもいけるんですけどね。ってことで190度にして再印刷。これが3つ目ですね。こちらではオクトプリントが悪さをしていることに感づいたためマイクロ SD カードでデータを入れました。最初からこれでやっときゃよかったですね。で、これが印刷終了時温度が下がって勝手に剥がれた状態です。撮影まで1回も触ってないんですよ。これガラスプラットフォームのすごいところがこれですよね。温度が下がるとめちゃくちゃ剥がれます。欠点として途中で止まっていた場合ヒートベッドを再加熱しても剥がれてしまい復帰ができないことは難点ですが、剥がれやすさって結構大事です。自分も昔剥がれにくくてシートをいくつか破壊していたりします。っテープ剥がしカッターとかいうやつがいい感じらしいので、今度買ってみようかなと思っています。で、完成品の話なんですが、めっちゃ美しいですね。さすがに移動がないとミスりようがないというか、とてつもなく綺麗にできています。カメラに取り付けている LED が反射していい感じにきらめいていますね。あとめちゃ長い。画角に収めるのが大変でした。まあこれはゴミ箱代わりにでも使いましょうかね。ではやっとこさ本命です。アイアンマンくんですね。1回目の印刷では実はプラットフォームというか地面がついたタイプのものを印刷しようと思っていたんですが、ここに来て初めての失敗がありました。印刷ヘッドを動かすためのゴムが緩んでました。なんでやねんって話ですが、結束バンドが緩んでたせいでちょっとずつゴムが長くなっていたみたいです。直しました。で2回目、ちなみにこの時までは 0.3mm ノズルを使用していますね。大きさは元のモデルの 120% です。失敗しました。リトラクションをめちゃくちゃな回数を行う設定にしていたんですが、そのせいで右腕という小さめの部分を作る際にウォールやインフィールが足りなくなったようです。見てわかる通りスッカスカになっていますね。というわけで、この失敗で気が変わりました。最高に大きな印刷物を作ろうとしているのに 120% じゃ足りねえと。限界ギリギリのパワーを見せつけようと。てなわけで 200% の大きさにして3度目の正直。いやこれ見てくださいよ。めっちゃギリギリじゃないですか。 0.3mm ノズルのままだと動画作成までに間に合いそうになかったので、個人的に実用上最大だと思っている 0.8mm ノズルで印刷し直しました。ちなみに 1mm ノズルくらいになると標準付属のファンだと冷やしづらくてオーバーハングがひどいことになったりします。お気をつけください。さてそうこう言ってる間に完成ですね。移動範囲が長すぎることによって糸引きやプツプツができていますが、まあこれは仕方ないかなと思います。どうしてもノズル径がでかかったり移動範囲が長かったりするとノズルからフィラメントが垂れてきますからね。というわけである程度処理してきたものがこちらです。目立つ糸引きや外れそうなプツプツは普段使っているラジオペンチで外し、少しライターで炙って処理しています。多少の糸引きはライターで簡単に処理できるのでおすすめです。燃えたり溶けすぎないように軽く炙るくらいにしておかないとえらいことになります。昔なりました。モデルの詳細を見ていきましょう。まずオーバーハング部分から見ていきます。ここら辺とかここら辺とかここら辺が、オーバーハングきつかった部分なんですけど、こういう風に作られたからね、ギリギリ作れてますね。やっぱり解像度が荒くはなっていることが伺えるけど、ここら辺もね、オーバーハングがじゃない部分、こっちと比較してやっぱりこっちの方が荒くなるのは仕方がないかなと。ただここはめちゃくちゃって思ったよりも顎の部分ですね、綺麗にできたかなと思いますね。これ見えるかな、見えてるね。頭の大きさがだいたい 5-6cm ぐらいで、ラビス X1 だとこれよりもうちょっとでかいものしか印刷ができないっていうね、ここの頭部分より。で、糸引きがあった箇所に関してなんですけど、この辺とかが糸引きがあったりした場所なんですけど、処理したことによってプツプツ以外は気にならない感じになってますかね。あと腕とかですかね。腕。個人的にはここの作りがいいなって思いました。 0.8mm ノズルで作ったにしては、モデルが大きいというのもあって結構精密にできたんじゃないかなと思います。と総合的に見てまあの出来かなと思います。ということで今回はここまでで終わろうと思います。せっかくのでかい 3D プリンターなのででっかい印刷がしたくて今回の動画を作ってみたわけですが、思ったよりもいい結果に終わったかなっていう感じです。アイアンマンフィギュアは大事に置いておこうと思います。次回の動画では虹色のフィラメントを使ったインスタ映え印刷を計画中です。インスタやってないけどお楽しみに。